幸せそうだな。ああ、よかった。カイリー、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。わかってる。あ、くそ、楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意の世界に撒き散らせるっていうのに、なんでこんなに虚すんだ、なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前に私を殺せ。最後の頼みだから大切なカイネを救うには二つの方法がある。一つはカイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つは？もう一つはカイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るならお前の存在という交換の品が必要だ。選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする？多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。一緒に帰ろう。聞こえるか。俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみを。だからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう。カイネ、夢じゃのたいいくれい。
ずっと一緒だ。